皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は桜川市にあります紅ちゃん亭に行ってきました。以前からテレビにも出ていて、思うまい店でもね取り上げられてるそうで、かなりね人気のお店なんですが、今回はねあるものを食べに行ってきました。今ご覧いただいているのが紅ちゃん亭さんの、お店のね後ろにかな脇かなにある駐車場と、隣のこの敷地がおそらくね駐車場とかと思われますので、このね専用駐車場を確認してしっかり止めていただければと思います。こちらがメニュー表なんですが、以前来た時からまだ半年経ってないと思うんですけど、メニュー表がねリニューアルされてまして、おそらくね新しいメニューも増えてるかと思います。なんかこうやってねメニューが更新されるっていうのは本当に飽きなくて、また来たくなってね、常連の方なんかにはかなりありがたいんじゃないかなと思います。今回はね今画面に出てる欲張り中華丼を食べるのが目的で行ってきました。今回オーダーしたのが欲張り中華丼、850円税込みになります。どうやら噂によると、両方ね、食べたいというお客様の意見を取り入れて、片焼きそばとご飯を合体させたという中華丼らしいです。もうインパクトはもう絶大ですね。オーダー時に食べれますか大丈夫ですかって聞かれたんですけど、実際到着してインパクトはあったんですが、これをやばいと思わない自分が最近ちょっとね怖いです。
こちらが食後ね、外に出ての光景なんですけど、もう駐車場ね、これだけ広いのに満車でした。本当に人気があるんだなと思いました。ということで、今回の動画は以上になります。皆さん、いかがでしたでしょうか。かなりね、量はあったんですけど、食後に結構満腹感がこう押し寄せてくるような感じで、最近ではない経験でしたね。はい。ただ、最近の、私の体験から比較すると、やっぱり油ものとかに比べて最後までね、美味しく食べれるっていうのが非常にね、ありがたいなと思いました。気になる方はぜひ行ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。